さて毎月第3第4火曜日でお伝えしているはたる大切のコーナーですが今朝もこのスタジオにはカメラを用意してラジオが見えるということになっていますラジオ放送終了後にはラジオ関西の動画配信コーナーまたはコープ神戸商品検査センターのホームページからもご覧いただけます今朝は商品検査センターの猿渡り光介さんにお話を伺いますおはようございますおはようございます いつもはスタジオでお話を伺ってるんですが、コープスコープ、測る大切のコーナー、今回はリモートでということで、えー、進めさせていただきます。今日は、えー、商品検査センターの方ですね。はい、そうですね、えーと、よろしくお願いします。はい、さあ、今日はどんなテーマでお話をいただけるんでしょうか。はい、えー、今日はですね、えー、この共同という、えー、とチラシがあるんですけども、はい、こちらの3月号。 にえー、中身についてお話ししたいと思います。はい、あの遺伝子組み換え食品の表示が変わりますという、えー、と記事の中身、こちらを中心にお話ししたいと思います。そもそもこの遺伝子組み換え食品って何なのっていうところから、今日はお話を伺っていきたいと思うんですが。はいそうですね。えー、遺伝子組み替え食品というのは、えー、他のは他生物から、えーまあ、人間に 便利な、えー、性質ですね例えば除草剤に強いとか病気になりにくいというようなそういった特質を、えー、遺伝子を取り出してその性質を、えー、持たせたい植物に組み込む技術こちらを利用して作られた食品です、えー、日本では1996年に輸入が始まりましたはい、えー、農林水産省の資料によりますと2019年には 29カ国でこの遺伝子組み換え農作物、栽培されるとありますね。これ、日本では栽培されているんですか日本ではですね、えー、商用栽培されている観賞用のバラの花なんですけども、こちらが1品種栽培されています。はい、しかしですけれども、えー、人や家畜が食べるための、えー、遺伝子組み換え農産物というのは栽培されていません。うん、輸入はどうなんですか そうですね、えー、日本は家畜用の、えー、植物の、えー、油、あと甘味料などの原料で使用するトウモロコシですとか大豆なんかを、えー、輸入していますで。代表例としては、えー、先ほどもちょっとお伝えしましたけれども特定の害虫に耐性のあるトウ,ロモ,トウモロコシ、うん、あとは、えー、特定の除草剤の影響を受けない大豆なんかがあるんですね。なるほどねー 農薬に頼らなくても害虫が減ったとか雑草を取り除く作業が楽になったっていうのは農家さんにとっては大きなメリットですよね。考えてみれば私たちが毎日食べている米野菜長い年月をかけて育てやすさおいしさのために品種改良を進めてきてきます。この遺伝子組み換え技術というのもそうした改良の一つと言えるわけですね。 まあ、その一方で、安全性、自然環境への影響というのも気になるところではあるんですが。そうですね、えー、と日本ではです、ねまあ、食品や飼料としての安全性を確保しながら、えー、生物の多様性に影響を与えないようにするために、法律に基づいて遺伝子組み換え食品の科学的評価を行っているんです。はい、問題がある場合には、栽培や流通させることができないんですね。 具体的にはどんな農産物が認められているんでしょうか？はい、えー、国内で流通が認められているものはえー、8つの農産物です。えー、8つというのはえー、1つが大豆でえー、トウモロコシでじゃがいも菜種えー、綿えー、アルファルファ、えー、天才、えー、そしてパパイヤ。この8つですね。消費者庁のホームページでは？ 遺伝子組み換え食品として、まあ、詳細な情報発信がされてますから、これ、正しく理解するためにも活用していきたいですね。ただ、安全性が科学的に認められているとは言っても、ですね遺伝子組み換え食品を選びたくないという方もいらっしゃると思うんですよねそうですね、あのそこで、えー、そういった消費者の方の意見をもとにして作られたのが、遺伝子組み換え食品の表示制度になります。 はいえー、この制度では、えー、先ほどの8つの農産物と、えー、それらの原材料とした33の加工食品について、遺伝子組み換え、または遺伝子組み換え不分別という、えー、表示をすることが義務付けられているんです、はい、私もあのコープのお店で、豆腐などを買うときによくあの大豆の後ろにね、確、え、保、ー、してあの、遺伝子組み換えではないっていう表示を目にしたりしますね。 そうですね、えー。実はその遺伝子組み換えでないという表示ができる条件が来年の4月から変わるんですねはい。じゃあその表示がどう変わるのかというのは引き続き来週お聞きすることにいたしますこの模様はラジオ関西の動画チャンネルまたはコープ神戸の商品検査センターのホームページからもご覧いただけます今朝はコープ神戸商品検査センターの猿渡光介さんにお話を伺いました ありがとうございました。どうもありがとうございました。